よし、キーアイテムが手に入ったぞ。これで先に進めるね。ああ、それにしてもアイテムを持ってるモンスターを探すのってなかなか大変だよね。私たちはみんなで手分けすることができたけど、確かに人海戦術が効率的なイベントっていうのはよくあるよ。ソロプレイヤーの人とかは苦労しそう。そういう時 MMORPG では野良パーティーっていうのを組むんだ。野良パーティー？たまたま同じ目的の人たちが居合わせた時、その場限りのパーティーを組むことだよ。ああ、なるほど。それなら私も ALO でやったことある。もともと MMORPG は人と協力することを前提に作られていることが多い。この先でも人手が必要なイベントがあったら野良パーティーを組む選択肢もありだと思うぜ。人と協力することはとても大事です。そうだね、みんなで協力し合いながら進んでいこう。はい。Yeah.
見つけた。仮面をつけた NPC。 やっぱり見た目だけじゃティアだってわからないわね。何にしてもようやく会うことができたわ。ティア、プレミアと同じ現象が起きているのか。助けましょう。私一人で。無茶言うな。ここは俺たちに任せるんだ。行きます。ああ、戦闘開始だ。ティア、私に入ってくるな。どうしちゃったの。どうする。ティアだけじゃなくプレミアの様子もおかしくなっちゃったわよ。お前たち、なぜ踏み込もうとする。これティア、私の中に入ってくるこの悲しくて寂しい思いは、それは私が追い求めていた可能性。私の行き着く可能性は答えを見つけることのできない悲しく寂しいものだから、その可能性を私自身で断ち切る。あ、行っちゃうわよ。これがティアの。プレミア！プレミアちゃん！何なのかしらね、可能性って。ティアちゃんの姿が変わってしまっていることと関係があるんでしょうか。プレミアちゃんなら分かったりしないかな。何か感じ取っていたみたいだし。みんな、プレミアちゃんの具合が良くなったよ。ごめんなさい。私のせいでティアを再び探さなくてはいけなくなりました。謝ることなんてないよ。大丈夫そうでよかった。ねえプレミア、ティアのことで何か分かることってある？
私に流れ込んできたのは、ずっと一人のまま自分を見てくれる人がいない、それはティアの可能性だと言っていました。可能性ってもっとポジティブなもののイメージがあるけど、ティアちゃんはそうじゃないってことかな。何にしてもティアはいつ倒れてもおかしくない状態なのに、一人で全てを解決しようとしている。放っておくことはできないね。ティアを追いかけましょう。私も連れて行ってください。もしティアが自分の可能性を探し求め、その答えが悲しいものなのだとしたら、新しい可能性を一緒に探したい。もちろん一緒に行こう。みんな、ティアに何が起きたのか知ることも大事だけど、まずはティア自身を助けよう。はい、行きましょう。ティアが人の介入を拒み、一人で全てのことを解決しようとしているのは、きっと俺たち人のせいだ。
また来てね。
行けるぞ。
それじゃあ追い込み作戦が妥当か。でも人数が足りなくないか。あ？なんだお前ら。いや、たまたま通りかかっただけだけど、この集まりは一体何なんだ。いや、別にちょっとした会議をしてるだけだよ。なあ、こいつらに一区画を守らせておけば。ああ、どうし、ああ、悪い。それよりあんたたち、モンスター討伐を手伝、追い込みをかけたいんだけど、人手が足りなくてさ。俺たちの言う場所に待機してるだけでいいから。うん。ねえ、この討伐って攻略に関係あるの？攻略？どうする？前にもモンスターを探し出す展開があったし、今回ちょっと引っかかるけどね。この討伐が攻略に関係しているのは間違いないのか。間違いないよ。分かった。助かるぜ。あんたらが一区画に待機しててくれればもう。モンスターを討伐するなら確かに人海戦術は効果的だよね。いろんな場所に人を立たせて袋小路に追い込むって作戦らしいので、人、これが野良パーティーですか。本当に目的が一緒ならな。協力することは大事なことです。攻略に関係した討伐だって言ってたけど、少し態度がおかしかったわよね。とはいえ前にモンスターを探し出すイベントをやっているだけに無視もできないし、仮に本当はあの人たちに別の目的があるとして、私たちに嘘をつく理由って何かあるのかな。ただモンスターを討伐するだけなら何かを隠す必要ってないように思えるんだけど。嘘をつく理由か。おっと、メッセージだ。どうやら作戦が始まったらしい。それじゃあみんな準備につこう。なんだかドキドキします。まあ立っているだけでいいって言われましたけど。あからさまに利用されてる感じで、私はあまり攻略に関係してるって言うから協力するだけ。第一班が誘導に成功した知らせだ。現在第二班が誘導中。ここは第四班ですよね。最後までうまく誘導できるかな。私たちが失敗したら何を言われるか分かったもんじゃないわ。それが野良パーティーの欠点でもありますよね。私も遊び方を知らなくて怒られたことがありますし。本気で攻略したい人たちにとっては足手まといになった場合怒りたくもなるんでしょ。
逆に初心者歓迎っていう人たちもいるわけだし、どんな人に巡り合うかは大事なことよね。第2班が誘導成功、第3班が誘導中だ。作戦がうまくいっているみたいだね。もしこれがうまくいったら、私たちも同じように協力してもらう？ああ、ここまでしないと討伐できない相手なら俺たちだけでは厳しそうだ。第3班誘導成功、次はいよいよここだ。準備 OK です。ティア！そんな！お前たち。何よこれ。あの人たち、私たちを騙す。どうやらそうみたいだな。待て、ティア！そっちに向かうのは我だ。俺たちの後ろへ行け。その言葉を信じろというのか。そっちは袋小路なのよ。追い詰められるわ。お願いティアちゃん、本当に危険なの。私たちの後ろに逃げて。時間がないのよ。グズグズしてたらあいつらが集まってきちゃうわ。ティアちゃん、何が攻略に必要な討伐よ。大嘘じゃない。よりにもよってティアが相手だったなんて。許せないですよ。私たちを騙すにしてもひどすぎます。おい、連絡がないけどどうした。どうしたじゃないわよ。攻略を進めるためのモンスターだって言うから協力したんだけど。別に嘘はついてねえからな。レアモブからドロップする武器があれば攻略がしやすくなるだろう。なるほど、随分とくだらない言い訳を考えたものね。それよりレアモブはどうしたんだよ。悪いな、逃がしたよ。彼女を倒すことが攻略を進めるために必要なことだとは思わなかったからさ。曖昧な情報しかもらえなかったから、あんたらがターゲットにしていたなんて気づかなかった。大方レアアイテムの報酬をあんたたちだけで分け合いたいから詳しい情報を出さなかったんだろう。野良パーティーを組むならちゃんと同じ目的の人を誘った方がいいぜ。他のメンバーに連絡入れようぜ。作戦失敗だ。まったく、あれくらいで帰らせちゃってよかったの。言い争いになったところで解決するわけじゃない。まあそうだけど、問題はあいつらよりもティアよね。そうです。ティアちゃん、どんな気持ちで私たちの横を走っていったんだろう。少なくとも私たちプレイヤーに対しての印象は。そうですよね。みんな行きましょう。ティアはきっと辛くて寂しい思いをしたはずです。なので横にいてあげたい。うん、プレミアちゃんの言う通りだね。辛い思いをさせた分も横で支えてあげなきゃ。ティアちゃんを探しに
攻略を進めよう。プレイヤーの遊び方を責めていても何も解決しない。それよりも今はティアを支えることを考えよう。